神仏のお力にすがれば、きっと望みのところへ導いてくださるでしょうから、お参りをなさるがいいと思います。ここから近い八幡の宮は、九州の松良、箱崎と同じ神様なのですから、あちらをお立ちになるとき、お立てになった癌もありますから、神の庇護で、無事に帰郷しましたというお礼回りをなさいませ。と、豊後之助は言って、姫君に八幡参りをさせた。八幡のことに詳しい人に聞いておいて、おしというものの中に、昔、親の小児が知っていた僧の残っているのを呼び寄せて、案内をさせたのである。この次には、仏様の中で、長谷の観音様は霊言の著しいものがあると、シナにまで聞こえているそうですから、お参りになれば、縁国にいて、長く苦労なすった姫君を、きっと、お憐れみになって、良いことがあるでしょう。また、豊後之助は、姫君に長谷寺詣を進めて実行させた。船や車を用いずに、徒歩で行くことにさせたのである。かつて経験しない長い道を歩くことは、姫君に苦しかったが、人が進める通りにして、辛さを忍んで夢中で歩いていった。自分は前生にどんな罪障があってこの苦しみに耐えねばならないのであろう。母君はもう死んでおしまいになるにしても、自分を愛してくださるなら、その国へ自分を連れて行ってほしい。しかし、まだ生きておいでになるのなら、お顔の見られるようにしていただきたいと、姫君は観音を念じた。